ボルタクション初配信リレー3番手を務めさせていただきます二次三次新人バーチャルライバー兼ボルタクションの青色担当しきなぎあきらと申します。今日はねぜひ私の名前だけでも覚えてってください。よろしくお願いいたします。はい、しきなぎは思いました。どうすれば私の趣味を楽しく伝えられるだろう。てんてんてん、そうだ。はい、突然ですが皆さん、古い掃除機とロボット掃除機、どっちが受けでどっちが攻めだと思いますか。さあ皆さん考えてください。シンキングタイムは10秒でございます。さあ行きましょう。さあどうだ、皆さん、皆さんどうだ。さあさあ考えてください。どっちが受けでどっちが攻めだ。さあかけ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 、さあコメントに書いてください。さあどうですか。さあいきますよ。はい、はい、残り10秒、9 8 7 6 5 4 3 2 1。さあいきましょう。これを踏まえてぜひ、はい、いきます。舞台は現代のとある4人暮らしの一般家庭。父と母、男子小学生2人という幸せな生活を陰から支えるのは、両親が同居を始める際に購入し使い続けられて今年で10年になる掃除機。俺がこの家をきれいに続けるんだと意気込んでいた掃除機だったが、ある時掃除機の前に現れたのは、なんと家主の力も借りずに自力で家を掃除することができる最新式のロボット掃除機の姿だった。お母さんの力も借りなきゃ掃除できないんすか。先輩はダメっすね。生意気な後輩の登場にくじびろを噛む掃除機だったが、掃除機自身も10年という歳月に自身の吸引力の衰えを感じており、俺もついにお役御免かと思いをこぼす。とある晩、家族4人が旅行行き、2人っきりになった掃除機とロボット掃除機。押し入れの奥で眠る掃除機のもとに、ロボット掃除機がカシャリと触れ、こうささやく。俺、掃除機さんの大きな声出しながら掃除してる姿、本当は大好きでした。綺麗にするのが俺の仕事ですけど、今晩だけは掃除機さんのこと、汚させてください。絡み合うコード、高鳴るフィルター、消耗するバッテリー。二人の夜はまだ始まったばかりだ。はい。ということで、深夜3時くらいにですね、ちょっと二人の設定変えてみるかくらいのノリで書き始めたらですね、気づいたらこの分量になっておりました。いや本当に深夜テンションって怖いですね。はい。まあ、何が言いたいかと言いますと、結論を言うと、古い掃除機が受け、ロボット掃除機が攻めだと私は思う。異論は認めます。はい、尊いですね本当にね、うん、あ、共感してくださってる方もねいらっしゃるそうで、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、さあ私はこういう話が大好きです。はい、私ですね、不男子という、ま、いわゆるBL ボーイズラブが好きな女性の方を不女子と言いまして、それの男性版を、ま、少し珍しいかと思いますが不男子と、呼ぶそうで、BL 本の中にはね、いわゆる二次創作と言われるものと、あと結構オリジナリティをオリジナルの作品が中心となっている商業誌があるんですけども、私は商業誌が大好きでして、ま、ちょっとだけ分かる方向けの話をしますと、まあ、好きな作家さんがですね、まあ、メジャーな方にはなってしまうんですが、原田先生とか小毛津田中先生がネオンサインアンバーだったかな、ちょっとごめんなさい、タイトルがもし間違ってたらごめんなさいなんですけど、それを初めて読んで、でそこから原田先生好きになって、個人的には兄ちゃんとかヤタモモとか、そのあたりがすごい大好きですね。最近読んだものですと、歌舞伎町バッドトリップがめちゃめちゃエロくて、あれは良かったですね本当に、と、まあなんかそんな感じのが好きでございます。はい、待って、ただの不審者じゃないよ。これだけだとただの変態お兄さんになってしまうということで、はい、他の趣味もありますということで、そちらの紹介もさせてください。